陽気日と申します。今回は推しのライブに行った一日、2022年の12月3日、出版が11時開始やったから、それまで暇でまず神田明神に行った。最初はなんか人少なかったラッキーと思っとってんけど、ゆっくり写真撮っとったらめっちゃ人増えてきた。馬のあかりちゃん、お尻しか見せてくれなかった。まあお尻だけでも十分可愛い。絵馬買った。書くこと思いつかなすぎて神様にいい子アピールしといた。おみくじ引いた。恋文みくじ。おみくじ好きすぎて絶対引いてしまう。結果は中吉。小さな喜びの重なり。シナのなる千曲の川のさざれしも、君し踏みてば玉と拾わん。読み人知らず。読み人知らずなら私が読んだことにならんかな。信濃の千曲川の河原にある石も、あなたが踏んだのならば宝石として拾います。好きな人が触れたものなら全てが宝物に思える。そんなういういしくいじらしい女心が託された万葉集収録の歌。恋の始まりはきっと誰もがこんな気持ちでいられるもの。そんな恋の原点、ときめきの大切さを見つめ直すきっかけを授けます。絵馬描いた時に汚れた指が汚い。恋愛、他の人には何でもないことでも自分にとっては幸せ。そんな小さな喜びを発見し、楽しい思いを大切にすること。その気持ちが相手にも心よく届き、大きな幸せにつながります。願望、思いがけず叶う。対人、自分のペースで。縁談、迷うと気を逃す。旅行、近場がよし。健康、持病に注意。結婚、心のままに。今振り返ってみると、まあ正直当たってはないんやけど、まあ、おみくじっていうのは当たるかどうかより引いた時の楽しさやから。次、湯島聖堂に行った。湯島聖堂と神田明神めっちゃ近い。湯島聖堂はガラガラやったけど、めっちゃ紅葉綺麗じゃない。休日やのに私含めて4人ぐらいしかおらんかった。動画撮りやすくてありがたかったけど、神田明神との対比でちょっと悲しくなったよね。こんなにも人がいないものかと。でも紅葉が綺麗でよかった。意外とこの紅葉のスポットなのかも。でまだ時間あったから、次は新宿の方まで行って諏訪神社に行ってきた。推しの名前が諏訪さんやから行っとこうと思って。諏訪つながりで参拝。結構住宅街っぽいところにある、のどかでいい雰囲気の場所やった。この屋根が結構立派で上がる。またおみくじと絵馬を買って、おみくじは中吉。照る月は怪しきものか、悲しとも面白しとも人に見えつつ。運勢、何を見ても感じても人によって見方感じ方は異なり。悲しい時は悲しく見え、嬉しい時楽しい時はより輝いて見えるだろう。それはあなた次第でどうにでもなるということ。何に対しても笑顔で向かい、あなたに笑顔をくれる人を大切にしなさい。それが財産となる。結構いいこと書いてある。願望、自分を信じなさい、いずれかな。商売、はじめ吉といえど利なし。健康、新人して平庸する。勝負、無理に挑むな。転居、よくよく考えて吉。待ち人、用事ありてこず。出産、安産なれど産後気をつけよ。学業、着々と成就する。うせ者、いずれ見つかる。恋愛、多ければ慎重に進め。これもあんまり当たってはないかも。今はちょっとミスっちゃってんけど、まあ書きたかったのは諏訪七香さんに幸あれね、まあ、ついでに自分のこともっていう。間違えて
2を変なところに書いちゃったからおかしな感じになっちゃったけど、で11時ぐらいちょうどぐらいに着いて、で並んで物販を買ったって感じ。端っこに小さめのクリスマスツリーが飾ってあった。で買ったものはまず1個目、ペンライト。めっちゃシンプルなペンライト。シンプルすぎてあんまり、ペンライト自体は可愛くないから、買わんでもいいかなと思ってんけど、ライブロゴが可愛くて結構気に入ってたから買った。ナナカスはサードライブ Give me fine emotion、 ライブタイトルが書いてある。ほんまにシンプルなペンライト。色はホワイト、ライトピンク、ピンク、パッションピンク、バイオレット、パープル、ブルー、パステルブルー、エメラルドグリーン、グリーン、ライトグリーン、イエロー、オレンジ、レッド。合計14色。カラフル。ストラップもついてて手首のところが固定できるようになってる。この紙が可愛い。次、激カワパンフレット。これ表紙が良すぎるんよな、あまりにも。これも可愛い。3つ衣装があって、この表紙になってる衣装が一番好き。ページ数はそんなに多くないんやけど、表紙が可愛すぎてまた見せちゃう。次はマフラータオル。なんかクッキーっぽいデザインで可愛い。12月のライブでクリスマスが近かったから、そういうのを意識してあるんかなっていうデザイン。可愛い。クッキーデイリーポーチ。これは当日は買わんかってんけど、結局事後通販で買った。大きめで街もしっかりあるから、フィックスミストとかも入っちゃう。メイクポーチとしてめっちゃ使ってる。アクリルスタンド A、 白いモフモフの衣装かわいい。諏訪さんのアクスタ毎回白い衣装がある気がする。パンフレットとかも同じ衣装だけど、かわいい。でアクリルスタンドの B、 これはあのパンフレットの表紙になってた衣装。これかわいいよ。表情も一つずつしか買ってないから開封してないんやけど、可愛すぎて。でアクリルスタンド C、 諏訪さんのグッズのいいところは毎回アクスタを3衣装全部出してくれるところ。素晴らしい。これはこの衣装の諏訪さんはいつもと違う珍しい感じの諏訪さん。続いてみんな大好きブロマイド串。私はあんまりブロマイド好きじゃないから、運試し程度に2セット買った。結構衣装はバランスよく出てくれたんやけど、白いモフモフの衣装がもうちょっと欲しいなと思って、事後通販で追加でもう1セットだけ買ったんやけど、どこにあったか忘れた。結局白いモフモフのやつは出た。あとこのお気に入りの衣装、マジでどこにあったんやろ。なんか他のグッズは買ったのに、ブロマイドだけどっか行っちゃって、どこに置いたのか行方不明。でこれが3000円以上購入特典みたいなやつ。この衣装ほんまに好き。ソファーに座ってるのも可愛い。全部同じやけど、これはその時の新婦の購入特典で、1枚買うと1回ガラポンが引けて、でそれのブロマイドショー、ファインデイズっていう曲。これいつもとのサインがちょっと違うね。帽子かぶってる。これが FC 会員限定のやつ。なんか FC 会員の画面見せたらもらえるっていう。これかわいいよね。結構大きめ。こっちがノーマルのサイン。いつもはリボンついてるだけねんけど、ほら帽子かぶってる。ファインデイズ仕様。この衣装マジ可愛かった。事後通販の
購入特典みたいなやつ、なんかいっぱい買ったからいっぱいついてきた。特典付きお見送り会チケットみたいなやつの特典、アイラブ7か。昼公演と夜公演あったから2着もらいたいの。1着は保存用にできるっていう、めっちゃいい特典やろこれ。サイズはどっちも L サイズ、うん、ファンの名前がツーリストで、それが書いてある。ゴシック対ツーリスト。物販買えたんが1時ぐらいやってんけど、お腹空きすぎて原宿まで行って韓国チキン食べた。6番のモッツァレラチーズハニー醤油タッカンジョンのチューにした。開演まであんまり時間なくて、めっちゃ急いで咀嚼したんだけど、結構歯ごたえがあって顎が死ぬかと思った。めっちゃ急いで食べた。で帰りの原宿から代々木に戻るときに電車が止まって、あもう終わった無理やと思ってんけど、ギリギリなんとか間に合うかもみたいなところで電車が動き出して、もうダッシュして会場行って、でよし着いたと思って、でちょっとでも早く会場入りするためにエレベーターがあんねんけど、そのエレベーターに乗って行こうと思って降りたら、あここからじゃ入れないですって言われて、戻って回ってきてくださいって言われて、急がば回れとはこういうことかって。エレベーター使われへんでやったら使用不可とか買い取ってほしかった。まあどう考えても余裕を持って行動しない私が悪いんだけど、ギリギリ間に合って着席して2分後ぐらいに始まった。もう超ギリギリでも、私の隣の人はマジで20秒前ぐらいに来た。もっとギリギリな人おった。昼公演終わりの暗い時に撮った写真ばっかりで可愛く撮れてるのがないんやけど、風も強くて髪ボサボサやし、まあ、ライブに無事間に合って楽しめたから全然 OK。 ライブ自体はマジで良かった。マジで新緑寄ったらイルミネーションが綺麗やった。晩ご飯にサルスベリのつけ麺を食べた。濃厚煮干しつけ麺、厚盛りと冷や盛りが選べたから厚盛りにしてみた。つけ汁には大きめのメンマと角切りのチャーシューと、あとネギかなが入ってた。これめっちゃ美味しくてスープ割りまで飲み干してしまった。卓上のポットにあるのを入れたらスープ割りできるから、いちいち店員さんを呼ばんでいいのが良かった。前に2組ぐらい並んでたけど、そんなに待たずに食べられた。美味しかったし、また行きたいな。ラーメンも美味しそうやった。ここもイルミネーションが綺麗やった。新宿の伊勢丹横かな。めっちゃ綺麗じゃない？まあ私はイルミネーションアンチやねんけどな。では。